はい、西くんです。今回はですね、 CBD はなぜ違法でないの、大麻違法なのにどうして大丈夫なのっていうことについてちょっと深く掘り下げていきたいと思います。大麻はね、言うまでもなくダメ、絶対のイメージでアウトなわけですが、 CBD はですね、OK なんですね。なぜか、まずですね、大麻、あ、その前に一回、日本がそもそもなぜ禁止なのかっていう話からしておきましょう。日本が大麻が禁止になったのは実は戦後なんですね。戦後を敗戦して DHQ に、あのアメリカがもともとダメだったんで、日本もダメだって言われて、日本は実際は大麻というドラッグとしてじゃなく植物としては食用だったり神聖な場だったりで使われてたんですけど、ダメって言われちゃったから嘘ってなりながら、まあね、大麻取締法とかができたりしまして、約70年法律が変わってないからダメなままっていう現状なんですが、そう、その大麻がなぜダメなのかっていうと、大麻って実は法律用語で、あの大麻草の、大麻草という植物全体の葉っぱとお花の部分を大麻って言うんです。つまり大麻草、茎とか種は違法じゃないんですね。ただちょっとね、植物なんで言うまでもなく大麻草に大麻が含まれてるわけじゃないですか。だからいろいろと面倒くさくって、要は大麻を所持していないのも、大麻草を所持してると結果的に大麻も所持してるからダメっていうのが面倒くさいですね。でも日本には免許制があります。東京都とか、まあ、都とか県とかから許可を得ると大麻を育てたり使用する、大麻の部分はダメなんだけど、大麻草としては栽培が許可されています。日本にね、500人ぐらいだったかな、いるんですけど、実際どう使われてるかっていうと、種だったら七味唐辛子とかに入ってるし、鳥の餌にもなってる。茎の部分は要は繊維としてしめ縄とかいろんなところで使われているので、栽培してる人はいるんですね。はい、という面では、あのだから大麻がダメなんだけど、大麻草はいい。ただ大麻草は葉っぱと茎も含んであるから結果的にダメだから、大麻草の種と、あ、葉っぱとお花を含んであるから結果的にダメだから、大麻の茎と種、ね、大麻草の茎と種だったらいいよっていうのが日本の法律になってます。ただそれだけじゃない、THC っていう、要はハイになったり依存する成分も禁止されていて、 THC を含まない、かつ大麻草の茎と種なら OK ですよってのが日本の法律なんです。だから CBD は、大麻草の茎と種から THC が含まれないようにして CBD だけの成分を取ってくることができれば OK っていうね、まあめんどくさいですね、日本って法律って、はい、そういうのがありまして、だから CBD は OK だし、世界的にタイムも含め効果があるって言われるようになって注目されて、日本では CBD だったらいいからっていうことで CBD として広まってると。まあでもね、 CBD として広まってるのは別に日本だけじゃなくて、まだまだね、アメリカもそもそも国は認めてないんで、あくまでも州法で認められてるだけなんで、 CBD がとりあえずブワーッと世界中で日本でも含めて話題になり、人気が出ていって、実際に効果を僕は体感して広めることにしたという次第であります。まあね、さっき言った通り非常に法律がめんどくさいんで、実は怪しいものが紛れてることがあるんですね。だから税関で一本一本成分検査をして、うん、これは大丈夫だって思ったものだけを販売するっていうやり方をしなきゃいけない状況でして、なかなか大変で、日本では、有名になってきた、ちょっとずつ吸ってくれる、気にしてくれる人が増えてきたなっていう感じだったりします。そこで僕が広めていこうと、広める人間がなって広まっていかないぞというわけですね。で CBD バンジリストになって、公平ネシーズ CBD オンラインショップを立てました。次回、ですね、あんまり大麻を進めると実は日本の法律危ないんで、僕の詳しい大麻事情についてお話しします。